辻先生、今日もよろしくお願いしますお願いしますアンケートって具体的にどうしたらいいのかわからないの教えてください <laughs> なるほどね、はい、<laughs> 具体的にどうしたらいいかわからないじゃあまずアンケートの敵を知っていくことが大事かなと思います、はい、アンケートには最大の敵がいます、はいうん、その敵を、まあ 倒す必要がありますよということになるんですけど、はい、その敵が分かってないとあのお客さんはアンケート書いてくれませんよっていうことね、はい、でじゃあその最大の敵って一体何ですかっていうとそれは面倒くさいです、はいうん、お客さんはアンケート基本的に書いてくれませんはい書いてくれないです千田さんはアンケート書いたことありますかないです ないですよね。はい、はい、ラーメン屋さんとか、なんか喫茶店とか、とこ行って、飲食店に行って、アンケート書いたことありますか？ないですないですよね。なんで書かないの？めんどくさいから。そう、めんどくさいんですよ。お客さんがアンケートを書かない一番の理由は何かっていうと、めんどくさいです。で、そのめんどくさいっていう、まあ、敵をあ、あの壁を乗り越えなきゃいけないわけね。お客さん自身で。はい。 お客さん自身が面倒っちいなこれっていうその面倒くさい壁を乗り越えていただく必要がありますよってことね。はいうん、でしかもあの自分にとってその丸付けのアンケートとかじゃないからね、はい、あ,のあなたがその商品をその検討しようと思ったのはいつ頃ですかどんなきっかけですかとかあの他にもいろんなお店があるのにもかかわらずなんでうちを選んだんですかとかそういうことを書くわけだから。はい で自分の欲しい答えを書いてもらうわけでしょ、はい、1つや2つじゃないわけですよ、僕はね、7つ書いてほしいって言ってるわけ、はい、で実は7つ以上あると、人は多いなと思っちゃうわけね、7つ以上あると人は多いなと思ってしまうわけだから、最大で7つにするわけです、まあ、別に6つでもいいんですけど、5つでも、はい、でも1つや2つでは少なすぎるから、僕はね、7ついつもやってもらってます、7つか6つかな、大体、7つ書いてもらってます。 うん、で,でも7つもあると面倒くさって絶対思いますお客さんは必ず思っちゃいますからその面倒くさいを乗り越えていただく必要がありますよと自分が乗り越えるんやったらいいけどね自分のためになるからでもお客さんは相手のため会社のためにあのじゃあ書こうかっていうふうに。 なるわけだから思わわせななきゃいいけけほから他のお店あのいろんな会社では例えばあのギフトカード500円分差し上げますとかだからアンケート書いてくださいとか言ってあの手この手を使って書いてもらうことをやってもらうわけね要はそれはお金で釣っているわけになってくるんだけど別にそういうふうにお金に釣らなくても書いてくれることはできます。 はい、僕は、えー、お金で釣っていません、お客さんにアンケートを書いてもらうときは、はいでえー、丸じゃなくて文章を書いてもらうっていう作業になっちゃいますから、あの基本的にお客さんはめんくさいっていうあの壁が立ち塞がってるっていうことを理解してやらなきゃだめ、うん、アンケート用紙ポーンと送ったらお客さん、わかった、やるやるって言って、やるかってやらへんからね、わ、うん、かった、わかった、書いとくねって言って書かないから、面 <laughs> 倒くさいとかってなっちゃうからね。うん、で 僕は大事なのはアンケートを取る時期が大切だと思っています。時期です。僕はどうしてたかって言ったら太陽光発電の時ですよね太陽光発電を設置してアンケートを僕は1ヶ月以内に書いてもらおうと思っていました。はい、なぜかっていうと1ヶ月以上経っちゃうとお客さんはあの興奮が冷めちゃうからな、はい うんあのね、新しい商品を買ったりとか新しいものを買ったりした後っていうのは興奮してるわけね、うん、おおって言って「やったー買った!」とか言って思っているわけよ太陽光発電で言ったら工事が終わった後ね「うん、やった!」とか言って思っているわけだからいやその工事が終わって20日以内20日以内に僕はアンケートを書いてくださいっていうふうに言っていました、はいうん、それ以上経っちゃうとその興奮が普通になっちゃうから 要はその感動が薄れてしまうわけねやったーっていう気持ちが薄れてしまうからそのやったーっていうその興奮冷めならぬ時に書いてほしいと <laughs> そうしたらその感情がそのアンケートの,あの筆にねあの手に乗って書いてくれるっていうふうになってしまうなりますよと通常の日常にならないうちに書いてもらうっていうのが大切かなと思います。うん、で一番いいのはもちろん対面で 例えば訪問してあのアンケートお願いしますっていうのが一番いいと思うんですけど、はい、でもあの、まあ、なかなかできないですよね、まあ、できたらそっちの方がいいんですよ、もちろんだけど僕はさ一番最初アンケートを取ろうと思った時っていうのはもう、ね、あの3年も5年も6年もたっ,ったお客さんのところに行こうとしてたわけだから、はい、そんな対面でぐるぐる回れへんかったから僕はもう郵送でばーっと送りました,手紙,をた手紙と一緒に。はい もちろんその手紙には熱い熱いメッセージが書いてあるわけですよ、はい。<laughs> そのアンケートの冒頭の部分にも熱い熱いメッセージが書いてあるわけね。で、茶さん知ってましたかアンケートって、もうある程度ね、あのデータっていうか出てるわけよ。何人ぐらいの人が、何人に1人がアンケートを書いてくれるっていうふうにあるわけよ。はいうん、何人に1人ぐらいだと思いますか人人に1人ですか そうだあそうなのよ <laughs> そうだ20人に1人ですアンケートを取ってもらう確率っていうのはうんそれぐらいしか書いてくれないわけね、はい、20人に1人しか書いてくれないわけですよだけど僕は手紙を同封したおかげで6人に1人になりました6人に1人がアンケートを書いてもらうことに成功できました、はい、でさらに成功することができたのは20日以内 <laughs> にやるとほとんどの人が書いてくれます ほとんど書いてくれる多分ねほそのほとんど多分3人に1人とかもうそれぐらいのレベルぐらいになってきたんじゃないかなとほとんど書いてくれるようになったんでまあその時はもちろん対面もしてたりとかするからねあのもう絶対書いてもらおうと思っていったわけですよ。うん、ある人はあの契約書に ハンを押したたに書いてててももらうっっこと言僕はどうしてたかっていうと契約書に判を押してもらった時っていうのは直接口頭で聞いてましたサインしてもらった後ありがとうございます」って言ってで「最後ちょっと1点質問いいですか?」って言って「あのー、たくさんね」って例えばじゃ太陽光発電を扱っている会社っていっぱいあるじゃないですか何、はい、で僕と契約しようっていうふうに思われたんですかって あの「よかった点3つ教えてください」とか言って <laughs> 言って聞いてました、うん、んなお客さんも「うん3つか」とか言ってあの真剣に答えてくれます僕目の前にいてるのに、まあ、辻さんが良かったからかなって、まあ、あと地元の会社っていうのがあるかなとか言って教えてくれるわけね、うん、ああなるほどなるほどとか言って思いながら、うん、でその後また20日後にこうアンケート書いてくださいって書いて行くわけよ書いてくれますそしたらうんそれかなりいい方法ですでじゃあえー お客さんに書くアンケートあだから、めんどくさいっていう作業を乗り越えていただくために、あの複数枚にわた,わたっちゃだめですよ、はい、アンケート用紙っていうのは。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚って、うわ、めんどくさいってなっちゃうから、A41、はい、枚用紙に収めましょうね、あのアンケートっていうのは。<laughs> めんどくさいをなくすために。で、なんで A41 枚かっていうと、例えば、あのそのアンケートを僕は、あの 切手不要の,その,封筒にこの,あの封筒に入れて頂い,いたらあの切手不要ですよとそのまま郵便あポストに入れて頂い,いたら OK ですよというふうにしてたのよ、はい、一番最初僕何やってたかって言ったら切手同,あの同封していましたからね切手をそのまんま貼って貼っていない。はい そのまま切手を同封して、はい、あのよかったらこの封筒に切手を貼って送ってくださいとでもしファックスとかメールであの送っていただけるんであればその切手はご自由にお使いくださいっていうふうに書いてたわけよ、はい、そ,のそのお客さんは切手がもらえるわけで、はい、<laughs> そういうことをやっていくと普段アンケートを書かないっていう人が「いや辻さんのあの手紙が来た時はこれは書かなきゃって思った」っていうふうにて。 あの思ってくれてアンケートを書いてくれるわけですよ。だって20人に1人しか書いてくれないわけですよ。それが6人に1人とかになってくるわけですからね。うん、まあもうしまいには僕はもうほぼほぼほぼ全員に書いてもらってましたから、あのまあそれはタイミングが大事ですよっていうのもあるわけね。じゃあどんなアンケートを書けばいいんですかという風になると、あの僕がやっていた質問は7つあります。まあ,あの書籍にもあの載せていますので、まあ、詳しくはちょっと本買っていただければその A4 用紙1枚どういうふうに書いているのかっていうのが全部わかりますそのアンケートの上に書いていた文章とかも全部分かりますので一番いいのは見てもらうのが一番いいんですけどまあちょっとねまだ本の方を読んでいない方向けにねちょっと今言っちゃうと7つあるので今から言っていきます、うん、えー、質問1つ目何かっていうと僕は太陽光発電やってる時なんで太陽光発電したいなと思ったのはいつ頃どんなきっかけですか2つ目太陽光発電のどのような点に魅力を感じましたか 3つ目太陽光発電を購入前何に悩んでいましたかまたどんな不安がありましたかで4つ目それはどう解消しましたかで5つ目購入する際最後の決め手になったのは何でしたかで6つ目実際使ってみてどうでしたかで7つ目当社のような太陽光発電の販売会社がたくさんあるにもかかわらず何が良くて当社にご依頼いただいたのでしょうかなぜ当社なのでしょうかっていう 質問をしてたわけよ、はい、今聞いててどう思ったどれも外せない質問だと思うのよ。はい、<laughs> どれも知りたいと思うのよね,ねあの。あなたの商品、太陽光発電したいなと思ったのは、いつ頃でどんなきっかけだったのかとか、例えば友達が太陽光してて、同僚の人がしてて、いいなと、やっていいよっていうふうに聞いたとかね、はい、例えばテレビ CM を見たとか、なんかあの僕の、ね、チラシ広告を見たとか、いろいろあると思うのよ。はい、どのような点に魅力を感じたのか。 例えば、うちは電気代が高かったから、なんとか、ね、したいんだと思っていたんだ、だって2世帯だったからとかって書いてあるわけね。うん、そういうことが書いてあるわけですよ。ああ、なるほどなと。電気代が高いから悩んでいたのかとかいうのが分かるわけね。うん。で、購入する前は何に悩んでいたのか、どんな不安があったのかっだいたい出てくるのが、いや、高いんじゃないのかとかって <laughs> 書いてあるわけですよ。あなるほどね。太陽光購入前、みんなやっぱ。 高いいいととかかかそういうことに悩んでいたのかってかるわわるけねでどう解消したのかって <laughs> 気になるじゃないそういうのそういうのを書いてもらうわけですようんぎっしりとそれをもう、ま、今のやつをま,ま真似してくださいそのまま真似してもらったらいいと思いますこの7つの質問があれば広告作りだけじゃなくて営業やクロージングなどの商談時にも役に立ちますし 例えばアプローチブックなんかの,、ね、あの役に立つし、ねはい、でそのアンケートがたくさんあれば、ね、もちろんホームページなんかにももちろん使えるしす、ね、べてのお客さんに必ずアンケートをお願いしましょうともうあの強力な武器になりますよと、はい、最強の剣が手に入るみたいな感じで思っていただければいいんじゃないかなと思うよねで慣れてきたらちょっと質問を変えてオリジナルのアンケートにしてもらってもいいと思います。さっきの僕もあのうちで 買ってよかった今何ですかって3つその理由を教えてくださいとか、ね。じゃあ3つ考えるからね、うん。なぜうちを選んだんですかって他の会社がいっぱいあるのにって言ったら大体1個しかねあの答えてくれなかったのを3つ理由を教えてくださいなんて言っちゃうと3つ書いてくれるわけですよ <laughs>、うん。すごくすごく良かったですそのアンケート。そのアンケートを取ってから本当に。 高回転高循環がぐる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 っていう風に回っていきますのでぜひねあのこの7つの質問っていうのをやってお客さんにアンケートを取ってもらったらなって忘れちゃいけないのはお客さんには壁がありますよとその壁って一体何かって言ったら面倒くさいという壁です、うん、今のお客さんは忙しいです、はい、あの YouTube 見たりテレビ見たり漫画見たりゲームしたりとかね、うん あのスマホがすぐあるんでねすぐバーってなんかすぐにその娯楽の方へ流れちゃうところをちょっとぐっと戻してあ書かなきゃという風になっていただければな特にコツなのは何かっていうとあの会社のためにやってくださいっていうよりかはまだ見ぬあの、ね、太陽光発電悩んでいる方がいらっしゃいますのでその方のために書いてくださいっていうフレーズを付け加えておくとお客さんはあじゃあ書こうと。 その人のために私が役に立てるならっていうことになるのでそういう一文をちょっと付け加えると書けるようになりますよとで、どんな一文にするのかっていうとあの書いてありますから <laughs> ぜひちょっと読んでいただいてまあ、そのままもうパクっていただいて全然大丈夫ですパクってそのまま使っていただいたらなと思いますのでぜひそのアンケートちょっとやってみてください辻先生今日もありがとうございましたありがとうございます